皆さんこんにちは、ミラクレです。ということで今回もね、バニエナル PG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、またねマイブコリシアムの方で、ね、やっていくんですが、まあちょっとね装備などまたね変えてみましたのでね、その装備をね紹介してマイブコリシアムいきます。はい、まあちょっとね今回ノロノロをね大きく変えたんですよ実は。それでノロノロなんですけど、はい、こんな感じで本当はねこれも見てもらった通り、分かる通り、まあ全属性耐性プラス9です。はい、でまあ眠り耐性も9、まあ、誘惑耐性も9、ただ風格がちょっと2なんであれなんですけど、まあでも状態上他にも記録だしね、まあギリギリ今6までいってるんですけど、はい、まあ今回はね、まあノロノロをまあ9にしたということでね、まあちょっと、まあ頑張ってね、ここでかばって2属性とかね、なんか攻撃、まあ、かばってくれればね9なので、まあこれすごいダメージ減るんですけど、本当はねやっぱりラグビーシューズがあればプリティな足の上位互換なんで、ラグビーシューズ欲しかったんですけど、まあ1個しか持ってないってことなので、今回は仕方なく、もうこの装備でいきます。はい、てな感じで、その他にもね変えましたね。この氷結前もカバ役がね1人増えたので、あ、そう、ちなみに今回ノロノロカバ役です。はい、カバ役にしたので、そう、これで4目これで属性耐性2上げて、はい、9にしてます。カバ役にしたので、今回純速の氷結前をねカバ役じゃなくして、まあ、素早さ特化にしました。まあ、服装備のこの風景の服で、まあ、属性耐性プラス、状態上プラス3の、まあ、風格8までやって、でまあ、誘惑耐性もダークエルのマスクで9までして、マスターの称号で加速して、で、バスケットシューズで、まあ、素早さがね、まあ、50上がって、まあ、冬はあんまり見ないけど、まあ、まあ、50上がるって感じになってます。はい。で、マスターの称号で毎ターン加速するね。で、英雄のマントで、まあ、特技1回プラスのシールド虫。はい。ってなってます。このノロノロね、シールド虫もないんで、ちょっと怖いとこあるんですけど、まあ、相手シールド虫いないこと願ってね、今回やります。はい。で、あとはエンゼルフライ役なんですけど、このセリさんね、なんかコメントで、ワンダーバッジしたらなんか9回打てるとかっていうのがなんかね、あったので、コメントなんで、ね。はい。あったので、まあ、ワンダーバッジにしてね、復活8、ちょっと8になっちゃうから、まあ、恐怖効く可能性あるけど、まあでも、AP もね、多めにしてね、まあ、9。9回打てるということなんでね、今回これにこんな感じでやろうかなと思います。はい、あとは変わってないと思います。この3人は変わってないですね。で、復活も変えてないです。はい、ではね早速ワイブコロシアムの方行きましょう。はい、ということでね、ヤマシンさんに当たったんですけど、これ相手なんか全員最大ですね今思ったんだけど、すぐ見て思ったんだけどさ、マジか、なんでなんだろう、なんか10最速とか入れてないから、どうなんだろうこれ、縛りプレイみたいな感じ、ちょっとわかんないけど、無敵も入れてんな、なんでだろうね。まあいいや、とりあえず行きます。相手全最大なんだよな。30ぐらい。縛りプレイかな、これ。よしね、30ぐらいはまあいいね。いい感じに動いてる、セリさん。ナイスナイス。まあ、これでね、9回打てるんで、10ぐらい。うん。よし、まあいい。いいね。まあ最大だから、まあよっぽど、最大だからな、逆に言えば。逆に言えば最大だからちょっと怖い。とこはある。けど最速ないんだったら、まあ一応、縛りプレイなのかな縛りプレイって、ちょっとわかんないけど。よし、エンジェルライ。いいね。まあ最大だけだったら、まあ絶対に勝てるんで、純速でも素早さ。ナイス。ただ、こっからなんだよな。もう純速と最速がこっち動いちゃうと、あとはもうダメやばい。よし、持った。危ねえ。よしよし。さあ、前々ね、評価動きます。OK。なんか相手これ全状態上耐性プラス9くさかね、なんか、そんな感じするよな。相手のこの8人の眠りだよね。なんか眠らないってことはそうだ。先の子は。うわ、避けるんかい。よし、キノコは。あ、でも恐怖あるかな。あ、恐怖ありそうだな。恐怖ありそうだな。あるな、普通に。恐怖かんないらしいな。ちょっと、怖いな。危ね。正直言って、今の環境ね、イレティフードつけて、不正体制を上げるよりも、まあ、多分、状態上とか上げた方がいい、強いと思うんだけど。アワシのノロノロ貫通。まあ、ノロノロは今回、まあ、打つけども、まあ、相手最速いないから、どうした
多分いける。じゃあ分かんないな、なんでこんなに最大だけでやってんだろう。ちょっと分かんないな。まあいいや、とりあえず頑張ります。素早さも下げたしいけんじゃないこれ。まあネタ、多分ネタパーティーであると思うんだよな。ガチパーティーだね。まあネタ的になんかやったのかな。まあいいや、とりあえず頑張ります。はい、死んでるわ。いいよ、OK。 貫通してほしいな。無理か。ナイス、エンジェルアイ。はい、オッケー。貫通してほしい。しない、貫通しない。まあいいや、でもまあオッケー。はい、オッケーオッケー。エンジェルアイはね、安定感がすごい。さあ、まいまい。オッケー、ナイスナイス。あえて回復もいいし、無敵もいるから結構怖いな、これ。撃たれるって結構きついよね。そこだけ要注意だな。あとはまあ、そこだけ要注意だけど、まあ、他は大丈夫かな。最速もいないしね、今回。まあ、毎回これ、あれだな、貫通するのはあんまり強くない。正直言って。一体確実に通した方が強くない。さあ、キノコバ。いいよ、よくけ。ナイス。OK。ドロドロ。OK。ドロドロ。回復。OK、OK、回復。回復はしなくてもよかったけど、復活意味ないと。あ、無敵が殴ってきた。これ無敵撃つんかな、相手。どうなんだろう。ちょっとわかんないな。うん。よし。まあいいや、とりあえず頑張りましょう。まあ頑張りましょうって言ったら、まあそんなに今回は、相手多分、縛りプレイ、縛りプレイなのか、最大縛りみたいな感じかな。そうだよね、やっぱり。最大だけだもん。最大縛りしてる感じかな。よしです。セリさん、今回活躍してんで OK。まあでも、言うてね、言うてね。最初見ないんだよって。言うて。悪属性はいるから、恐怖とかちょっとかかるかもしれないんだよね。あの、風格8なんでさ。8なんで、それはちょっと怖い。よしです。いや、強い名前もやっぱ。OK、出して、これ。さあ、エンジェルライ。OK。エンジェルライ。オッケー。いやー、まあ仕方ないかな。ナイス。貫通されると怖いかな。貫通されなければもう OK でしょう。よしよし。乗る乗ろう。よし、いいね。いよいよ3枚前。いい、オッケー。あー、耐えるか。やっぱ最低だから耐えるか高い。うん、そこだけだね。あとは普通にダメージ与えられるからいけると思うけど、ただやっぱそれは怖いよな。体力が多いってのは怖い、やっぱり最大。ああ、ゴーストか50。漆黒のたてがみだっけ、あのゾラク装備。あれがね、ゴーストか50なんで。
当たった奥かけ押し奥くて。ほい。よし、4000。4000? え、4000? え、なんで4000も出たのよ、ダメージ。すごくね。4000も出るの ?4000 も出るっけ。え、すごいね。今4000で出たのよ、ダメージ。すごいね。すごいね、4000って。普通にすごい。びっくりですね。回復、あ、回復はしなくていいか。まあ、とりあえず頑張る。回復だけ頑張るでしょ。エンジェルライ。はい、オッケー。はい、エンジェルライ。おかんついよ。よーし、ナイス。まいまい。まあ、最大縛りだから、まあ、さすがに多分勝てると思うけど。いやマジにさ、普通に最速とかね、普通に入れてるパーティー、普通のパーティーだとなかなか勝てない方なんで、すごい強かったんで、ね、本当に。まあ今回相手がですね、最大縛りだったから、まあなんとか、いい感じには言ってるけど。普通だったら本当に強かったんでね。念じるは意味ないと。よし、まいまい。ナイス。いいよ。はい、おお、いいね、いいね。そして、剣の小判。剣の小判も地味に強いんだよ、ほんとに。あんま疲れてないけど、最近。うん、なんで消えちゃったのかな、剣の小判使ってる人は。だんだん少なくなってきてるんだよ、剣の小判使う人は。なんでかわかんないけど。よーしよし、オッケーオッケー。で、乗ろう。ぬろぬろ。いいよ。はい、オッケー。4000強。マジで強い、4000が。無敵なんか相手一回も打ってこなかったけど。よし、ナイス。ランモンもこのまま攻めば多分いけるでしょう。これ、セリさんがね、一回打てるんでね、9回打てるからね、今回にジルライ。これだいぶでかい。あ、みんな全部回復しちゃったけど、まあいいか。大戦中だよ。読んで残るって感じ。止まんねんかい。特別、まいまい。よし、ナイス。はい。いや、まいまい強いな。あ、こばれた。銀白レンガか。銀白。すごいね。銀白ってあんま見ないけど、銀だと、そっか、白だとあれか、5A 分とかになるのか、属性大事でつくのが光のプレスが。だから銀白にしてるのか。頭いいな、それは。すごいすごい。なるほどね。どんどろ。よしよし、オッケー。じゃあ、昨日は。オッケー。やっぱ金銀だから防御だけやな。1400しか引かねえ。金銀と強いんだね。はい、オッケー、ナイス。オッケー。回復はする意味なかったから。まあいいか。よし。おお。おお、900。節約でいいでしょう。はい、オッケー。というわけで、対戦ありがとうございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、まあ、最大、山神さんが最大ということで、まあ、最速がいなかったから、ちょっとなんか、まあ、明らかになんか有利だったんですけど、まあね、やっぱり、まあ、こういう動画だったんで、ちょっと、どうしようかね、考えて、ボツにするかね、ちょっと考えたんですけど、まあ、せっかくね、まあ、動画、まあ、10分ぐらい話したし、まあ、今回はボツにしないで、動画ね、まあ、動画ね、動画投稿で、これね、しようと思います。はい。ちなみに、このエンディングは、朝に撮ってます。朝って言って、10時ぐらいですね、午前10時ぐらいに撮って、まあ、一応寝て起きて撮ってます。はい。まあ、ちょっと考えましたね、ボツにするか。まあ、でも、せっかくね、まあ、いい試合じゃないかもしれない。いい試合っていうか、まあ、普通に、まあまあ、ちゃんとしたね、試合だったので、まあ、今回はね、動画にします。
はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。